アグレッシブインラインスケートです。はい、FM ギノワンキャンチャンネルご覧の皆さん、こんばんは。本日の企画は、僕の一番の趣味を紹介したいと思います。僕の一番の趣味はアグレッシブインラインスケートです。みんなだいたいローラーブレードって名前は聞いたことあると思いますけど、ローラーブレードっていうのは、メーカー名で競技名じゃありません。正確にはアグレッシブインラインスケートって言います。ちなみに縦に並んでるスケートグッズのことをインラインスケートって言うんですけど、それにアグレッシブってつくのはこういったパークで遊ぶ専用に作られた鉄パイプとか滑れるように中くり抜いてるやつですね。なので皆さんぜひ興味のある方は見てください。じゃあ早速滑っていきます。本日の動画いかがだったでしょうか。インラインスケート少し興味持った皆さん、よければ、メッセージ受け付けますんで、やりたいよって方はぜひ一緒に滑ったりしましょう。では今日はこの辺で、さよなら。10月25日日曜日から10月31日土曜日は FM ギノワン5周年を記念して FM ギノワン VS FM コザハロウィンウィーク対決を行います。パーソナリティおよびスタッフ一同仮装をして盛り上げていきます。リスナーの皆さんには各パーソナリティへの投票をお願いいたします。投票が集まったパーソナリティへは素敵なプレゼントがあるかもしれません。一緒にハロウィンを楽しんでいきましょう。